俺はめられたんだよ。殺人の濡れ衣を着せられた男。適合したの、あなたの骨髄が。自分が娘を救える唯一の存在と知り逃亡を始める。その人じゃないんです。浮かび上がる8年前の冤罪疑惑。手術の日までには犯人捕まるよ。目前に迫る警察の追跡。そんな中、結城の前に現れた謎の男。その目的とは。あの子を救うため、手術のために俺は逃げてる。あの子を助けてあげて、お願い。人を殺して逃げてんだ。俺はやってないよ。私の家族は柴崎に壊されたんです。許せない。法という正義で裁く。その確かめが俺の無実を証明するかもしれない。一人で抱え込んでない。嫌なんだよ、何もできないのは。生きてさえすればどうにかなるさ。手術の日には病院に行くから、約束だ。応援を呼べ。2 weeks 火曜夜9時。無実だって証拠必ず見つける。